皆さんこんばんは、林です。本日はですね、シンガポールに移住して1年過ぎた私がですね、シンガポール移住についてのメリット、デメリット、総括編ということでですね、皆さんにじっくりと解説をしてみたいと思います。これからですね、シンガポールに移住を検討されている方のお役立ちになればというふうに思っております。もし本日の内容にご興味があった方は最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、そうですね、早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。本日皆さんにご紹介させていただくのはですね、シンガポール移住メリットデメリット総括編ということでですね、早速いろいろと見ていきたいなというふうに思っております。まず最初なんですけども、気候はどんな感じというところなんですけども、シンガポールっていうのはですね、非常にシンプルでして、四季はございません。年から年中ですね、亜熱帯気候でして、朝はだいたい26、7度、8度ぐらいから始まって、日中が29度から32度ぐらい。これが年から年中続きます。シンガポールのいいところっていうのはですね、天災がない、地震もないですし、洪水とかそういったものもないです。火山とかもないですし、唯一あるとすればですね、このスコールというものなんですけども、これは日本でいうですね、真夏のゲリラ豪雨みたいな感じで、ザーって降ってですね、雷がゴゴゴってなって、1、2時間ぐらいで去っていく。まあ、こういったのがですね、あるかなということですね。雨季もね、11月から1月というふうに言われてるんですけども、そんなに気になるほど降ったっけっていう形で、毎日毎日ずっと雨が降るっていうことはなくて、晴れもあって午後にちょっと夕立みたいなのがあると、そういったイメージになりますので、非常にね、過ごしやすいかなと思います。私自身ですね、あったかい気候が好きなので、シンガポールの気候っていうのはね、 T シャツ1枚でいいですし、ビールのコストもかからないですので、非常にいいのではないのかなというふうにですね、思っています。一番いいのはですね、モチベーションがダウンしにくい、気分がダウンしにくいっていうですね、メリットがあるなというふうに思っております。はい、次なんですけども、教育面ではどうということなんですけども、シンガポールはですね、教育が高いということでね、世界的にもすごく有名なんですけども、それはですね、シンガポールのローカルの学校であって、インターナショナルスクールとかっていうのはですね、それはちょっとね、お金を払えばちょっと行けるというところもあって、ちょっと違うんですけども、私の息子の場合ですと、イギリス系のインターの方に通ってます。娘の方はですね、現地の日本人学校の小学校に行っております。息子もですね、まあ、英語で今教育を受けているため、英語の教育を受けさせるという面ではですね、非常にいいですし、こちらの学校ではですね、英語と中国語っていうのがね、必須科目になってますので、息子もですね、今英語を勉強しながら今中国語も勉強しているという意味では、まあ、将来ですね、必要な英語と中国語が学べる、それからですね、いろんな国の子どもたちが集まっているということを考えるとですね、教育面ではね、非常に欧米系のですね、教育をできるという意味ではですね、非常にいいのではないのかなというふうに思ってます。ただですね、コスト面が非常に高い、これはですね、後ほどご紹介をさせていただきます。次ですね、多くの方が非常に気になること、節税効果ってどうなのというところなんですけども、具体的な例を持って話してみたいと思います。まずですね、法人税なんですけども、最大 17% ということなんですけども、法人設立後3年以内、私もまだ今1年が終わりそうなんですけども、それがだいたい実効税率がこれ 8% なんですけども、だいたい 5.5 から 8% ぐらいという意味ですね。4年目からはだいたい実効率だいたい10から 12% ぐらい、そんな感じだと思います。何々からっていうのは、まあ、いろんなね、免税とかがあったりとかするので、まあ、そういったものによって、会社によってはね、そういったものがある。でもそれも実効税率はね、だいたいね、8から 12% ぐらいで収まってしまうと、非常に安いんですね。例えば法人設立後3年以内は実効税率が 8%、 つまりですね、税引き前利益、これはですね、人件費とか、消耗品とかいろんな経費をさっぴいた後の税引き前の利益が4000万残っている場合だと 8% でだいたい320万円ぐらいが法人税であるというところなんですね。さらにすごいのがですね、この消費税、こちらでは GST というんですけども、日本ではですね、課税事業者っていうのがですね、消費税を納税する義務があるんですけども、こちらはですね、売上がね、まあ、約1億円、1ミリオン以下の法人はですね、ないんですね。だから納税義務がないというところになります。これちょっとね、すごく、分かりやすいと思うんですけど、まあ、これざっくり法人税の比較なんですけども、これ日本でですね、税引き前利益、人件費とか経費とかをもろもろ引いた後の利益が2000万円残ってた場合っていうのは、法人税がだいたい637万円で、税引き後の純利益が1300万残ると、実効税率が 31% なんですね。これ同じようにね、20万ドルシンガポールの場合なんですけども、法人税は 16,575 ドル、税引き後は18万3000円残ると、実効率は 8.29%、 これはですね、4年目以降です。最初のスタートアップ3年のはもっと安いです。なので円換算するとですね、手取りに法人税だけで2000万の場合だと435万下がるよって、そういう見方になります。これがね、税引き前利益が2500万、3000万、3500万ってなってくると、このようにですね、手取りに残る金額が変わってきます。これプラス日本には消費税の納税があるというので、これがシンガポールの場合だと1億円以下のね、売上の企業っていうのは消費税がかからないため、これ法人税だけの手取りの差額で消費税も入れるとね、もっとその節税効果っていうのが広がってくるというふうにね、認識していただければというふうに思います。はい、次にですね、所得税なんですけども、所得税は例えば私なんですけども、年収14万4000ドル、約1440万ぐらいですかねを今給与として出してるんですけども、これ大体ね、納税金額がですね1万ドル、約100万円になります。これはね、配偶者と子供の2人の控除手当を含んだ場合ですけども、これもですね、ちょっとざっくりなんですけどもですね、ざっくりですよ本当に。日本の場合だと年収1000万の場合だと税金が約、住民税も含めて大体269万で、税引き後純利益が約731万ぐらいなんですけども、こちらの場合ですとね、1000万だとね、約920万ぐらい残るということですね。手取りだと1000万の場合だと195万ぐらいシンガポールと日本では変わってくる。年収1500万、これ今私がいいなんですけども、これ320万ぐらい変わってくると。2000万ぐらいになってくると4145万になってきます。はい、私はね、もうちょっと会社の方にですね、お金を残しているという感じなんですけども、給料としては大体これぐらいを取っているという感じですね。こういうのがね、全部ね、シンガポールではね、計算できまして、例えばこのサイトでいきますとですね、例えばコーポレートタックスカルキュレーターっていうんですけども、これシンプルにですね、例えば、税引き前が約4000万とすると、最初の3年だと約460万ぐらい税金ですよ、4年以降は50万ぐらいですよ、だから 11% ぐらいですよっていうのがね、すぐに分かるわけです。個人のね、税金もですね、例えば1000万の10万ドルの場合だと、先ほどのように家族が2人いる場合だと4500ドルで約45万ぐらいでしか払わなくていいんですね。かなりこれが日本でと変わってくると思います。日本の場合だとですね、ざっくり年収1000万の場合と手取りが730万、2000万だと1200万、3000万だと1700万という形で、シンガポールは所得税しかないんですね。日本ではそれに加えて住民税、健康保険、厚生年金、雇用保険、こういったものがね、入ってきますと。という形ですね。日本だとですね、額面年収が例えば4000万の人だともう2200万しか残らない、そういったイメージですね。これを見るとですね、シンガポールというのはですね、基本的に法人税と所得税、これしかありません。かなりの節税効果になるんじゃないかなというふうに思っております。さらにね、シンガポールのそういうところでね、キャピタルゲイン税ですね、株とか FX も含めて、それからあとは仮想通貨といったそういったキャピタルゲイン税っていうのは、ね、基本的にございません。スキャルピングとかですね、もう短期トレードをしている方っていうのは一応事業に所得になってしまうようなんですけども、基本的に中長期保有っていうのはですね、基本的にキャピタルゲイン税はないというのがかなり大きいと。なのでですね、日本だと株の場合だと 20%、 仮想通貨の場合ですね、雑所得になってきますので、最大税率 55% とかね、そういうふうになってきますので、ここでもまたさらにですね、大きな節税効果っていうのがね、シンガポールにはあるということですね。はい、次です。相続税、贈与税、こちらもシンガポールには存在しません。ただ我々日本人がシンガポールに移住してきた場合、1年住んでて、その1年後にご自身のお子さんとかに贈与とか相続した場合っていうのは、まだ日本の相続税、贈与税っていうのがかかってきます。これはですね、富裕層対策っていうことで、2015年ぐらいから始まったのかな、この10年ルールというのがありまして、移住したものも、それから子供も10年間海外にいなければ、この相続税、贈与税がなしっていうのは適用されないっていうのがありますので、だから富裕層はですね、10年間海外にいるというのはね、こういったこともありますと。これをね、一つ覚えておいてください。はい、生活コストはどうなのかってことなんですけども、生活コストはね、残念ながらシンガポールは高いです。これ私のケースなんですけども、居住費、約 4LDK ですね、年間約660万の家賃がかかります。光熱費もですね、年間約62万円ぐらいで、食費と、外食費、ざっくりなんですけども、大体年間240万円ぐらい。教育費2人分が、これが年間で約440万円。つまり年間で生きるだけでですね、で約1400万円ぐらいはかかってしまうと。携帯代とかは、ね、非常に安いです。僕の場合はですね、50ギガぐらいついて、月1800円ぐらいとかですね、かなり安いと思います。あとはインターネットはだいたい月に60ドルぐらいですかね。まあそんな感じなので、まあだいたい1400万ちょっとぐらいで年間学費も教育費も生活費も入れて1500万ですね、交通費とかいたらですね、かかるかなと。なので家族4人で年収1500万でこちらに来ようとするとちょっと厳しい。もちろん居住費をもうちょっと落としたりとかするといける可能性があるんですけども、基本的に 4LDK で住もうとするとそれぐらいかかってしまうと。でも私の場合ですね、在宅で働いてますので、その書斎とか事務所のコストとかを考えると、全然これでもね、ありかなというふうに考えてます。はい、次です。ビザの取得は難しい。これはですね、年々難しくなってきてるんですけども、なぜ私が月に120万円ぐらいの給料を出してるかと言いますと、自分の会社から自分に対してビザを出す場合っていうのは、だいたいですね、120万ぐらいのですね、給料を出さないと今難しくなってきているというふうに言われてます。それくらい給料が出せない会社っていうのは、シンガポールの経済に貢献しませんよねということで、ビザがなかなか下りないということで、こちらの税理士さんのアドバイスによって、だいたい120万ぐらいの給料を出したと。なので月に100万円ぐらいの給料を自分に出せない会社のオーナーさんであれば、ちょっとシンガポールのビザは難しいかもしれません。あとですね、法人の年間維持費がかかります。まず設立なんですけども、法人設立費に約当期ですね、1900ドル、約19万ぐらいかかってます。それから私もですね、バーチャルオフィスを年間借りてます。それがだいたい費用が550ドル、約5万5千円。それから取締役代6ヶ月、これ何かと言いますと、シンガポールの法人を建てる時にはですね、こちらの人間もしくは長期のビザ保有者を役員に入れる必要があるんですよ。なので私は最初に日本からシンガポールのビザをやった時には、私は長期のビザを持ってませんため、こちらの国際税理士さんの方をディレクターとして、こちらの永住権を持っている方をディレクターとしていて、その名義貸しに大体半年で1080ドルかかっています。なので設立に大体3530ドルかかってます。ただこの私が長期ビザを取ってからは、この方を外して自分が長期ビザ保有者なんで、もう立てる必要がないので、これは最初の半年だけぐらいかかると思っていたらいいと思います。2年目以降はかからないですね。次ですね、ビザ申請費用ですね。これはですね、本人のビザ申請費用、私のビザがだいたい1500ドル、それから扶養ですね、奥さんと子供2人が1000ドル ×3 人ということで3000ドル、その他の雑費ですね、印紙代とかね、いろんな手数料とか考えたら200ドル、4700ドルかかります。これに加えてですね、今はもういらないんですけど、最初はね PCR テスト代とかね、そういうのを考えたら約ね5500ドルぐらいはかかっていると思います。でも今はもうそれが必要ではなくなったので、4700ドルぐらいかなって、家族4人で行こうと思った時ですね。年間の会計費に大体我々ね、私は3260ドルぐらい貼ってます。これは決算書込みで1年間で大体3260ドルぐらい、これはね日本とほぼ変わらないのかなというふうに思う。日本の税理士さんに払うとそれくらいになっていくのかなというふうにね、あとはですね、こちらではですね、車を運転するハードルが非常に高いです。で、私も車を持ってません。なぜかというとですね、こちらではですね、運転免許証に加えて、運転許可証っていうのを大体ですね、6万シンガポールドル、約600万ぐらいでまず購入する。これが大体10年間の運転許可証になります。それプラス、車と同じぐらいの金額の車両税がかかります。つまり、2万ドルぐらいのカローラを買ったとしたら、2万ドルぐらいの車両税がかかる。例えば、1000万のベンツを買えば、1000万の車両税がかかるということで、カローラベルでも1000万円ぐらいの費用がかかってしまう。なので、なかなかちょっと運転に対するハードルが高い。なぜかというと、シンガポールは人口560万ぐらいで、東京23区ぐらいの大きさなんですけども、政府が100万台以下に、ね、車を抑えたいというね、意図があるため、みんなが乗ってしまうと本当に渋滞や環境にも良くないということで、多分そういう風にされてるんだと思います。これもだから一つのね、シンガポールの税収の一つになってるんだと思いますが、やっぱりね、その代わりにですね、グラブ、ウーバーみたいですね、それからタクシー、それからバス、あとメトロですね。メトロ全てがね、安いんですよ、非常に。なので例えばですね、山手線1周ぐらいのした感じでも200〜300円ぐらいとか、そういった感じのイメージですし、タクシーも初乗りがね3ドルぐらいとか、そういった感じなので非常に安いというふうに思ってますので、車を所有する人はないよねと。運転したい時はですね、シェアリングエコノミーとか、レンタカーとか、そういうのを使っていくという、そういったイメージになります。なので車がね、所有するのにハードルが高い。これはね、一つデメリットだと思います。あとはね、先ほど言ったように国土が23区ぐらいしかないので、所詮飽きてしまうというね、このシンガポールという国に住んでいるというよりも、シンガポールという都市に住んでいると、そういったイメージです。ただ私もですね、日々忙しくしてまして、そんなにガンガンね、旅行するとかっていうほどでもないので、あんまり気になってませんし、逆にチャンギ空港っていうのはね、非常にいろんなところにね、直行便に行けたりとかする。ので、しかも LCC とかもいっぱい入ってますので、逆にシンガポールから、ホーチミンのベトナムとかタイとかジャカルタとかフィリピンとか香港とか日本とかっていうのをね、結構簡単に行けるってとこ考えるといいハブになっているので、そういったことをねあんまり気になってないかなっていうところがございます。はい、次です。日本食とか物は手に入るのがめちゃめちゃ入ります。こちらにはですね、ドン・キホーテですね、こちらはドンキドンキって言うんですけど、ドンキがあります。それからダイソーがあります。高島屋あります。伊勢丹、紀ノ国屋とかね、ベスト電機とかですね、野島電機とかそういうのも入ってます。なので非常に日本のものは手に入るし、日本食もですね、例えば牛角とかね、一風堂とかスシローとかね、本当にいろんな日本のね、有名なチェーン店、それから居酒屋とかもいっぱいありますので、基本的に困らないと思ってます。ただ食事はね少し高めなのと、お酒とかもね酒税が高いので、ちょっとそういったところはね、日本よりもちょっと外食は高いんではないのかなと。でもそんなにめちゃめちゃ高いわけでもないですけど、ちょっと高い、2割ぐらい高いかなっていう、そんなイメージかなと思ってます。総括なんですけども、シンガポール非常に住みやすくていいところです。ただランニングコストもまあまあ高いっていうのがね弱点となります。なので節税だけでいうのであれば、マレーシアとかタイとかフィリピンとかそういったところで同じような節税、しかも住むコストも低いということを考えると、そういった方がいいかもしれません。ただシンガポールというのはですね、やっぱり世界中の富裕層が集まっているということで、いろいろな刺激にもなりますし、インフラもすごくしっかりしている、それからいろんな国の人たちが集まっているという意味ではですね、非常に魅力的な街なのではないのかなというふうに思ってますし、日本と時差が1時間しかない、日本への直行便とかを使えば6時間半から7時間ぐらいで日本まで帰れることを考えるとですね、私はですね、日本のお客さんといろいろビジネスをしているため、時差が1時間しかないっていうのは非常に働きやすい、それから日本のものもいっぱい手に入りますし、節税効果も狙えるといってみればですね、今のところ私はシンガポール一択で今生きておりますけども、世の中にはですね、ドバイだとか香港だとかね、いろいろと節税ができる国、それから教育がいい国っていうのはあると思いますので、是非ね参考にしていただければなというふうに思っています。はい、ということでですね、いろんな理由でシンガポールに来られる方が多いと思うんですけども、私の場合ですね、教育面、それから気候面、それから節税的面、それから私はね、今後やっぱり投資家としてかなり生きていきたいため、キャピタルゲイン税がない国っていうのはね、非常に魅力的だったということで、今1年間住んでるんですけどもね、やっぱりこう、長く住めば住むほど、この節税効果っていうのはですね、大きく効いてくるんではないのかなというふうに思っております。はい、ということでですね、1年間私がシンガポールに住んだ総括のレビューっていうのをですね、本日させていただきました。もしですねこれからシンガポールに移住を考えていらっしゃる方にとってはですね、もし参考になればというふうに思います。もし本日の内容が良かったと思っていけば、ぜひいいねを用意します。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。Twitter の方もですね、ぜひこちらの方からフォローしていると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.